Hi everyone, this is GS Liturgy International and good to see you again. And here we are, I am at the LACJET, the company that founded by the Mr. Kenji Oba. And then, he is right here next to me and I'm very, very excited to have him here for the interview. And then I would like to ask a couple questions to him. And then, well, let's get the message for the Morphicons, all right? おばさん、今大変お忙しい時じゃないかなと思ってるんですが、まだこの10月に、はい、映画が来るということでお伺いしました。宇宙刑事ギャバン、そうですね、ザ・ムービーが、はい、前回今年の1月やった、海賊戦隊豪快ギャバー殺宇宙刑事ギャバンが、はい、おかげさまで、ヒットしましたですね。おめでとうございます、でその後じゃあ単体で、まあ、昔30年前からのスタッフの方たちの夢でもあったんでしょうけど、はい、やるかってことでもう撮影は終わったんですけどね。ああそうですか、はい、で編集も、今日明日あたりで終わると思うんですけども、上映は10月のね20ということで、ぜひ見ていただきたいんですけどね。はい、そうですね、でも新旧のギャバンが出てくるということで、そうですね、すごい楽しみなんですけど。そうですね、僕も本当生意気なんですけど、教育というのがテーマで、いろんな辞書を調べても、はい、大体言葉が同じなんですけどね、はい、まあ、ABC っていう方がいたらその方たちが望む方向にこう自分の持ってるものを全て授けてで導いてあげる、その方向に導いてあげるっていうのが教育っていうことなんですけども、うん、その中にはこうやっぱりこうお互いの友情、うん、愛であったりとか、上司部下の関係の愛であったりとか、はい、いろんなこの国であったり地球を愛する思いであったりとか、そういったものがやはり教育には大事なんじゃないかなと思うんですけどね、はい、まさに本当に僕がそう思う教育というのがテーマになっているようなドラマでして、なんていうんですかね、僕はその台本を最初に読んだ時に、読み終わった時にパッてやっぱ東北の震災のことを、はい、復興っていうね、ことがふっと頭に浮かんだんですけど、はい、作る側の方たち、あと脚本の方たちのね思いっていうのが、やっぱこうすごくこう、地球であり人であり、この世はやっぱ愛なんだみたいなね思いを込めて書き上げた台本だなって、すごく感じましたし、目いっぱい僕も、30年間ね、ずっとこう応援してくれた人たちにやはりレッチャーは絶対裏切らないとレッチャーそういう思いで、一生懸命やらせていただきました。はい、ですね。いや、この映画っていうのはなんかこの特に今から伸びようかなっていう若い人が本当にそのどっちの方向に行ったらいいんだろう、どういうふうにしたらいいんだろうっていうのをこう悩んでらっしゃる、そこにこのギャバンがやってくる、そうなんかすごくその舞台が揃ってるなと。そうですね、中継時のレッチャンっていうイメージっていうものがあると思うんですけども、本物のレッチャンはこうなんだな、やはりその部下を育てるわけですよ。なるほど。育てるだけじゃなくて、じゃああなたを宇宙刑事ギャバンとして認めますよってなれば、うん、やはり当然命の危険性っていうのはもうつきまとうわけですよね。もう命と本当背中合わせみたいな、うん、そういうところまでこう育て上げて命じる責任とか、それを受けた責任とかね、そういうものってすごい重いと思うんですけども、そういう中でこの新しいレッチャンっていうかね、あ、本当のレッチャンはこうなんだみたいな部分もあったり、わー楽しみですねそれは。いやもうぜひ、これ10月ということで、そうですね、はい、10月20日からです、20日ですね、わかりました。もうぜひ多分見てる方たちはですね海外の方ですので、なかなかパッとは見れないと思うんですけど、ね、やっぱりね、まだ DVD が発売されてからということになると思いますが、ぜひ見ていただきたいと思いますね。よろしく。続いてですね、ちょっとお話をお伺いしたんですけど、大賀健さんはこちらの松山で、はい、まあ、このLACJETさんの他の会社を行われて、
で、この会社の中ではそのこれからその俳優さんになりたいっていう人たちを同じように育成しているという話を聞いたんですけど、はい、これはどういうふうになっていらっしゃるんですか？そうですね、もともと僕がいた、ジャパンアクションクラブ、今はジャパンアクションエンタープライズになってますけど、はい、そこの上層部の方たちといろんな話をこうもう5年ぐらい前からしてて、やっと叶ったんですけどね、はい、やはりこう都会東京に出るってなると地方からだともうそこにね、根付いて、でそこにこう本当にこう自分のこう家庭を作ってみたいな、もうそこにこう骨をうずめるみたいなね、そういう思いでないとなかなか出れない部分があるんですけども、だから出れないとか頑張ってやろうと思うけどなんか断念しちゃうとかね、はい、そういう人たちがいると思うんですけども、でも地元で、本格的なことを、もう東京と同じように学べれば、実家から通って親もいて兄弟もいてっていう中で、安心でしょうし、そういう部分でこう年間トータルした部分のかかる経費とかっていうのも ものもこうやっぱ手頃にできるという分でね、はい、始めたんですけどね、なかなかね、はい、やっぱ特殊なものですからね、アクション、スタントマンっていうのはね、そうですね、まあ、苦戦 しましたけど一応、3月から、スタートしてやってます。もう宇宙刑事ギャバンだけじゃなくて本当にここにも本当にそのレッちゃんがいらっしゃいますよねそれはすごいですよ。でもやっぱそういう若者たちが育って今後のその日本の特撮だとかを大きくしていく支えていく人たちになるっていう可能性がありますよね。そうですね、やはりこう特撮ものであったりとかに限らずアクションものというのはね、日本より他国の方がやっぱりすごくこう盛んにやってる、作品を撮ってるっていう状況、現状ですよね。でやはりこう主役の方だけじゃなくて、周りの、分かりやすく言えばやられ役の方とか、はい、すごいスタントをやる方とか、はい、っていうのがやっぱこういないと、いい作品は作れないと思うんですよね。やっぱり皆さんの協力のもとでやることですね。僕なんかもやはりこう生意気ですけど日本の中でアクション映画が、やっぱりもっともっと発展していってほしい、まあ、CG は CG でね、はい、大事なものだと思うんですけど、俳優さん女優さんがもっとこう、アクションが完璧にできる俳優さん女優さんが育ってほしいなって、そうすればね、あの世界にも羽ばたける、そうですね、俳優さん女優さんも育つんじゃないかと、まあそういう思いから、スタートしたんですけどね、どうでしょう、これあのビデオメッセージということで海外にも出るわけなんですけど、あの海外からおばさんのところにこうぜひ勉強に行きたいとかっていう人が来たらどうされますか？いやそれはあの大変なことですからね。いや難しいですよ、ね、難しいか。まあでもね、そのやっぱりいろんなその関心を持ってる方たちがやっぱり大場さんのあのやってることはやっぱ気がついてらっしゃると思いますし、やっぱりそういう活動っていうのはこれからどん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 広がっていくんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。さて、今日はですね、ここに、この DVD セットがあるんですけど、これはちょっともう説明をちょっとさせてもらったらと思いますが、こちらの方があのアメリカで発売されています、DVD で、マイティモーフィンパワーレンジャー、日本のジューレンジャーをですね、リメイクして作られたもので、実はパワーレンジャー実は日本のものからずっと輸出されてまして20周年ということで、今年20周年すごいですよね。やっぱりあのそういった歴史がずっと続いて延々と続いてきているというのはこれは僕は本当すごいなと思うんですけど、これが初めてのボックスセットだということなんですね。で今あの本当にこのたくさんの方が予約をされてあの買ってるということですので、こういう盛り上がりがアメリカでも起こっている。で、このパワーレンジャーなんですけど、20周年ということもあるんですが、あのちょうどアメリカで8月の16日から、17日から19日までの3日間、カリフォルニアのパサテナっていう場所で、はい、パワーモフィコンというですね、モフィコン、変身大好きな人たちの、パワーレンジャーのファンの集いが行われます。で、私たちもちょっと CS トイとして、今度参加をするように準備しておるんですけど、ぜひですね、大場さんもですね、メッセージをあの皆さんにいただきたいなと思っておりまして、
大場健二です。パワーモヒコンに、お越しの方、ありがとうございます。そうですね、20周年を迎えられたということで、役者さんたち、スタッフの方たちの、熱い、関係者の方たちの本当に熱い思いがあって、20周年を迎えられたと思います。まあそれ以上にですね、本当に僕もこうヒーローものとかやってきて、本当に心温まるファンレターであったりとか、応援をしてくださる人たちがいて、本当に成り立つものだと思います。本当に、ファンの皆様方、これからもますます発展させていきましょう。パワーレンジャー、次は30周年ですね、楽しみにしてます。これからもよろしくお願いします。 OK everyone, thank you very much、Mr. Oba, thank you very much for the kind message for the, every fan of the Power Rangers. And I hope you enjoyed that this interview film. And, and、well, the CS Toys International will be there in the Power Mothicon、from the August 16th、17th to the 18th in Pasadena, California. And we are very much looking forward to see you guys there. And, well, see us there. All right. Thank you very much. And talk to you soon.